これは。え、何、思い入れあんのこの曲。あ、そう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 。何、高3の時に付き合ってたから、まあ、3年に4年ぐらい付き合ったかな、はい、中学校から、はい、長いですけどね。そこであの東京タワーっていうね、岡田くんとかが出てた映画ジャンキーとか、うん、なんかあの映画があったんだよね。それ不倫の映画なんだ、でその主題歌だったね、うん、でそれを見に行って、その時にこの曲を知って、あ、いい曲だなって俺は思ってた、はい、でその3日後ぐらいに彼女に、私はもっと大人な声がしたいって言って振られた、うん、なるほどっつって、甘酸っぱい、甘酸っぱい思いが、俺ここでこんな尺取ると思わなかったよ、ごめんね、それそういう歌です。なるほど、そういう歌なんだ。そうなんですよ。じゃあ曲紹介お願いします。山下達郎さんの Forever Mine っていう曲です。口づけして落ち
forevermore。